第三期なんですけども等々力君的にはどんなところが注目してほしいとか。はいはい 第3期ですか第3期に向けて、こうああ全体、第1期、第2期を通して、はい、第3期はどんな感じになってそうですかね、轟くん。まあ、今まででね、その、デクが成長というのであれば、轟は変化というか、<laughs> もちろん成長もしてるわけですけども、どっちかっていうと元々、もともと、まあ、個性も含めて、潜在的な能力、力だけじゃないものもいろいろ秘めてる人だったんで、<laughs> ただそれをこう、うまいこと外に出せてなかった。 たりまあ、それは、ね、人間性っていうところも一つ大事だったのかなと思うんで、はい、まあそこがデクトの出会い、えー、そして一年 A 組のね、はい、あの、みんなとの出会いとか、家族との確執っていうのを乗り越えて、うん、やっと本当の意味で、えー、彼がこう、一人の少年。 らしく、なってくってところで、むしろこっからいろんな過ちを犯してくんじゃないのかなって。<laughs> な,るなるほど、なるほど。ちょっと、なんだろう。<laughs> 高校デビューじゃないですけどな。<laughs> なんか、遅くき来た思春期的な。なるほど。ね。これからやっぱ人間らしくなることでより強くなってってくれるんじゃないかなと。なるほど。髪も違う色に染めるかもしれないですね。<laughs> <laughs> 白い方は染まりやすそうですけどね。そうね。うん、こ赤と青とかにしてくるから。<laughs>